よっしゃ、干したら、アジリティ5が。まだ6時やで。え？ 6 時。太陽まだ出てない。アホか、お前。な、誰もやってない時、みんなが寝てる時に努力すんねやろ？ちゃうか？な、お前大会もあるんやしな。スタメン取るために特訓せんと特訓。な。まだ早朝やん。てか、兄ちゃんは？え？兄ちゃん。5時？うん。じゃあお前なんかあれやん。もしやらなんやらでお前今忙しい。昨日もなんか夜、ね、何時までやったかな、あれ11時ぐらいまでお前マクドでみんなで勉強合宿や言ってなんか やってたぞ。お前大変やね、いつもあいつで寝てないから。よっしゃ、ほんならアジリティな、行くぞ。はい、ほら、何でも行こう、せっかくやるぞ。はい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 、行くぞ。細かく意識して、意識しろ。はい、はい、ゴー、もっともっとスピード上げんかい。はいはい、ほら細かく、ほら、はい、トン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 、ほらほらほら、ほら太陽も出てきた。はいはい、トン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 、はい、いかんかい、ほら、はい、トン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 、そう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 。なんだってあれ細かくしなかった。うん、おお、おはよう。おはよう。え、なんか早ない？何が？いや、もうご飯食ってるよ。なあ、そうだ、こっちはもう朝6時から起きて朝練も終わらして今もう飯食うとんねんな。ね、お疲れさん。なんかでもお前もあれやな、顔疲れとんな。いや、昨日ほんま大変やってんねん。え？マクドゲーム合宿、マクド勉強合宿。勉強合宿？うん。いや、もう全然勝てん、全然解けんかったからさ。ようやっとんな、ほんま。うん。あ、そうだ。お前なんかわからんことあったら俺に聞けよ。教えたるから。お父さん。はい。どうぞ。うん。ほんで、何の勉強した？どうも。なあ、忘れた。はい、いらっしゃい。ちょっと、醤油取って、醤油。ああ。朝6時やろ。早すぎやろ、マジで。朝6時からいきなりアジリティやったから、でも体もそんなさ、もう動いてないやん。そやねん、なんかもっと早やれ、もっと早動かせ、無理じゃん、普通にきつすぎんねんけど、なんかもう声も出せみたいな、出えへん朝一に。マジできつすぎるわ、ほんまに。1時間ぐらいやったからな朝に、無理やろそんな。もう朝飯も通らんすまん、もうしんどくてきついわ。俺だけやで、なんか兄ちゃんもやらんでいいみたいな。なんか昨日勉強いっぱいやってるから絶対やってないな。お、小松、おはよう。せこない、普通兄ちゃんも一緒じゃない、俺だけなの。きつすぎんねんよ、やばない、マジで。やる朝一にやるし、マジで。すぎんねんけど。ドラゴンボール買ったの。え、マジ意味あるの、あんな朝一に。ベジータ、ベジータだった。マジ無理じゃない、普通に。まあ俺悟空やけど、ほんませこいわ、兄ちゃんばっかりやらんでいいんだ。俺の方が勉強してるし、兄ちゃん。いや、絶対してないよ、マクドってやるわけないやん。せこいわ、マジ。お父さん、はい、あの、これもいい。ああ、やれと頼んでなあ、コージなあ、そうだってさ、うん、なんで馬ならんのやと思う？なあ、そんなん知らんよ。いや、その全く上手くなってないとは思わんで。思わんけどもやな、そのなんかやってる割にはどうなんかなみたいな。うん、センスちゃう、センス。え？センス、
センス、ね、なじゃあ俺も急がなあかんか。じゃあ、ちょっと前来い。はい。今回、ダイがシトレに選ばれました。拍手。じゃあ、ダイから一言。はい。まあ、シトレに受かったのも、自分だけの力じゃないし、シトレに行ってからも、そこで学んだことを、このチームにしっかりと還元できるように、頑張ってきます。よろしくお願いします。戻る。はい。まあ今回ダイがトレセンのメンバーとして選ばれたけど、このメンバーね、ダイの背中を追ってるようじゃ全然追いつけないからね。もっとダイに食らいつくように、そのさらに上に行くようにな。その意識でやっていかないと追いていけないし、トレセンにも行けない。オッケー、じゃあ今日の練習もしっかり引き締めてやっていこう。試合行こう。よし、試合行こう。インサイド1本目。インステップ行こう。なんか今日外元気ないな。じゃあもう朝練で疲れてんねん。ああそうなん。なんで朝練なんかするかな。固定。インステップ行こう。オッケー、帰ってきたら水飲んで。今日練習終わり何してるの？あ、練習終わり。うん。ああ、ちょっと用事あるな。用事あるのか。うん。それあれ断られへんやつ。え？まあそうやな。なんか誰と遊ぶって言って自主練サボるかなって。無理。ああそう。無理。まあね。あ、ありがとう。おかえり。ええ。あれ、おやじは？お前帰ってきた。あ、そうなの。俺の兄ちゃん。な。親父帰ってきたらさ、俺まだ帰ってきてないって言っといてくれへん？あ、なんで？いやー、ちょっとさすがにさ、俺朝練したやん。んで、ちょっとまた今から自主練ってなったら、さすがにきついな。そうそうそう。あー、ちょっと待って。兄ちゃんは、朝練してないやん。なんかまあ、頑張って、自主練。俺はしたから。あ、ちょ、待って。う、ちょっとその前にさ、お使い行ってや。え、お使い？なんで？急がないと親父帰ってくるよ。お釣りお前にやるから。ほら、1000円。え、何買うん？ウィーダー2個な。薬局の方が安いから薬局で買うよ。え、お釣りくれるんやの？ああ。え、ほんまに？お前、行けよ。言ったで。お前、行けよ、もう。ダイ
後ろ。後ろ。後ろ。え？あれ、なんか用事って言ってなかった？ああ。うん、用事。うん、なん？用事。うん、あれ、用事よ。用事？あ、そう。なんかこれ。あ、これ？これ、これが用事？自信。でも何やねん、お前ふざけんなよ。これがマジか。いやこっちは自主練から逃げんのに必死やのに。いやこれが自主練、これかよ。用事？いやマジか、なんでやねん。こっちは楽しくてやってる。え、なんか言った？え、ね、なんでなんで。サッカー始めたの自分やろ。そりゃ自主練嫌だろ、やりたくないだろって。そんなんでやったの？何の意味もない、時間の無駄や。誰も別に無理やりサッカーしろって言わんの。あ、ごめん。違う、そういうことじゃない。あ、え、俺もごめん。いや、ごめん、言い過ぎた。行くわ。運ぶから、こっちが視野広がって変とかかるからそこで切り返し行こうか。それ言ってたんか前。サッカー始めたの自分やろ。それやの自主練嫌だろ、やりたくないだろって。そんなんでやったの？何の意味もない、時間の無駄や。え、二つって言ったの？会話せえだ。わし、いいか。なんでよ。あ、いいか。行ってきます。一人で行くの？うん。おい、そうだ。はい。え？楽しんでこいよ。楽しんでこい。楽しまなあかんね。どうしてよくなった？何？行きます。おい、行ってらっしゃい。え、これずっとだ。もうええねええね。何が？何聞こえてんの？えー、だい、コウジ君。何？自主練してんの？はい。マジで？コウジ君に見られたくなかったっすか？おい、ちか、あれ、トレスンどうなったの？受かりました。よかったよ。いやおめでとう。正直、この時期にコウジ君は剣トレやったやなって思ったら、全然すぎる。おい、そんなん気にすんなって。いやー、そうたも見習ってほしいな。そうですか。
最近もこれっすよ、無理かな。無理っすよ。なんで？いや正直ソータには一生負ける気しないです。あいつ最近愚痴ばっかりなんですね。サッカー楽しんでないっていうか、むしろ嫌いなんじゃないかなと思うぐらい。そんなサッカーをいやいややってるやつに俺は一生負ける気しないです。俺は自主練で楽しんでやってる。邪魔したな。頑張れよ。はい。しよっかな。いや、いいよ別に一人でせんでもええやろ。いや、ダイも一人でやってるらしい。お前には兄ちゃんがおるんじゃんか。兄ちゃんおらんくても同じ試練楽しいし。じゃあその楽しい自主練俺も入れてや。兄ちゃん断ったらしばぐで。いいよ。ちょ待て、せこいってんよ兄ちゃん。勝負はもう始まってんねん。ソタ、あのさ、昨日のことやねんけど、まあその俺がその言いたかったのは別になんていうそのソータが悪いとかそういうことじゃなくて、まあそのよくよく考えたらさ、俺だって別に試練嫌な時もあるし、そのなんかソータが悪いっていうことを言いたかったわけじゃないし、そのだからその言い方はまずちょっと良くなかったなと思って、だからごめん。ダイ、ありがとうな。え？今日の練習も楽しんでいこうな。
たー。はい。あ、ごめんなさい。よっしゃー。え？ちょ、行くぞ、早く。はい、おすすめポチッポチッ。